こんにちは、ゆきです。今日は中国語文法レッスン第11課です。今日の内容はこちら。ing を表す在、ぬ。するのが好き、資本像。電話番号の読み方と簡単詞の way。平安や命令を表す語記、あ。さあ、今日はですね、 何々、て、いるをどのように表すのかを勉強したいと思います。例えば、を、吃飯。ここでですね、今それをしている、ご飯を食べていると言いたいときには、ここにですね、在を入れます。この在は、レッスン7でもやりましたね。一つは、どこどこにいる。どうしてはどこどこにいると。 もう一つは、どこどこで、助手みたいな働きですね。例えば、その時に在を使いましたね。今日は、動詞にですね、今している、何々ているというニュアンスをつける在をご紹介したいと思います。いわゆる ing ですね。これはご飯を食べている、 という意味です。工語ではですね、よく在と後ろになが一緒に使われたりします。まあ、なは語気ですね。今ご飯を食べているんだよ、みたいな感じです。なくてももちろんいいですよ。こういった動詞の前につけるものは使い方ほぼ同じですね。直接動詞の後ろに入れるだけです。では、いくつか例文を見てみましょうか。この感じです。 我在吃饭。我在吃饭。猫咪在睡觉呢。猫咪在睡觉呢。他们在打电话呢。他们在打电话呢。例まさに今それをしているということで、準在と言ったりもします 順在、通販なというかですね。まあ、まさにそれをしているという意味です。まさにそれをしている。ここ。さあ、では、これを否定するときはどうでしょうか。今、ご飯を食べているというのはその状態ですよね。状態。その状態が存在しないということです。で、存在を否定するときですね。その動作。 もしくはそれが存在しないというときには、メイで否定するんです。メイ在中ファンと言います。部在中ファンという人はいるらしいんですが、そのネイティブによると、ちょっとおかしな表現だと感じるそうです。しかし、部在中ファンと言ったからといって、あの外国人であるという、 料理は思われないそうです。でもちょっとおかしいと。はい。まあ、でも、普通は、めいで否定するらしいですね。めいざいち。めいよ、ざいファン。でもいいんですが、めいだと、方言的なニュアンスが強いそうですね。まあ、でも間違いではないです。めいで否定してもいいんですが、まあ、普通は、プードファでは、めいだけを使います。否定したときは、後ろの,の、これは取ります。 没在吃饭で,では例文で見てみましょう。我没在吃饭，我没在吃饭，猫咪没在睡觉，猫咪没在睡觉，他们没在打电话，他们没在打电话。 さあ、これの疑問文ですね。疑問文は同じです。イエスかノーの時には、まですね。你在吃饭まとするんですね。今ご飯食べているので具体的に聞きたい時には、疑問書入れるんです。例えば、何を食べているの你在吃什么というふうに入れればいいんですね。じゃこれも例文を見ましょう。你在吃饭ま 你在吃饭吗你在做什么呢你在做什么呢你在吃什么呢你在吃什么呢で、質問するときに、まで聞いたときですね、Yes か No。Yes のときには、うんとか、し、しでという感じです。No のときには、めいよで答えます。 こんな感じです。に在学しすうん。に在看電す例えばですね。にメ在学日雨ますメですね。日本語を勉強していないのと聞くとき。否定で聞きますよね。日本語を勉強していないのと聞くとき。これの答え方ですね。日本語と違うんですよ。日本語だと。 勉強してないのっていう時にしていない時はですねうんしてないと言うじゃないですか中国の場合中国語の場合はですね英語とかと同じなんですねしていない時には名誉って言うんですね,ね名誉で、うん、名誉名誉在学って言うんですね在主ここが違いますね日本語の場合は勉強してないのうんしてないっいうじゃないですか日本語だと 勉強してないのうん、してない。ですよね。中国の場合は、名誉、よ、めいざいしゅえ。って言うんですね。ここはちょっと違いますね。僕も妻と話しててですね、たまにこんがらがることがありますね。例えば、これ食べないのって言たら、うんって言うんですよ。これ日本語と違いますよね。日本語だとこれ食べないのうん、食べない。ですけど、うんうんって言ったら、え、じゃあ食べるのみたいに、最初は慣れませんでしたね。はい。英語もそうなんですよね。英語はノ、no、ーで答えるんですよね。 まあここに注意です。では一応あの過去の表現も紹介しておきましょう過去についてはこの動画でも紹介しましたが中国語の場合だとあの過去を表す単語を入れるだけですなので例えばじゃあ日本語を勉強しているとそしたらここに去年とかですね去年というのは去年です同じですね去年日本語を勉強していた になります。動詞とかの変化はありませんからね。その点便利ですよね。例えばアルファベットだと26文字しかないですから、えー、その分、その語尾とかを変化させないと表現できないということなんですが、中国語の場合は漢字がたくさんありますからね。一般的な常用漢字は2500、それからま高校とか含めると3000と言われています。それだけの文字ありますからね。

日本語では好きとか嫌いとかは形容動詞になりますよね。なので、ますとかつきませんよね。好きです。否定なら好きじゃない、好きじゃありません。ということで、形容動詞なんですね。中国語とか英語もそうですけど、シファンは動詞です。好きというのは動詞です。で、なので、これも使い方は動詞と同じ使い方ですね。直接ですね、おしわん。ものが来ればいいんです。おしわんこう。 ごは犬ですね。はい、例えば、我喜欢に。これは告白の言葉です。おファンに好きだよということですね、はい。これも例文を見ましょう。我喜,我喜欢狗。他喜欢足球。 他喜欢足球。我妈妈喜欢韩国电影。我妈妈喜欢韩国电影。老师不喜欢猫。老师不喜欢猫。你喜欢什么？你喜欢什么？ さあ、では、例えば、我喜欢日料。日料っていうのは、日本料理。日本料理のことです。中国ではこのようにですね、略しますね。日本料理、日料と言います。これでは、日本料理が好きということになりますよね。これもちょっと曖昧ですよね。日本料理が好きというと、日本料理を食べるのが好き。まず思い浮かぶと思うんですけど、例えば、日本料理を作るのが好きかもしれませんし、 日本料理を見るのが好きという人もいるかもしれません。その場合にですね、ここに動詞を入れます。例えば、日本料理を作るのが好きっていうことは、おしーはん、ぞう、うん、りゃって言います。ぞう、食べる、つ。このようにですね、日本料理を食べるのが好き、日本料理を作るのが好き、少し具体的にするには動詞を入れる必要があります。 中国は、二つの動詞を連続でくっつけることも OK でしたね。覚えてますか例えば、レッスン5で、食べに行くという時には、チどっかに行くですね。チ飯とするんでした。食べに行くですね。二つ動詞を一緒にくっつけると。もちろん、この間に入ってもいいですよ。チ、えー、どこどこ、チ飯 場所がとみんですけど、これを省略することもできます。その場合は動詞が二つくっつくことになります。もちろん漢字だけですから何の変化もありません。そのままくっつくんです。同じですね。これもおしは好きだとで何何動詞、えー、一緒にくっつけることができます。はい。ではこれもですね例文で見てみましょう。私は映画が好きです。 他喜欢喝咖啡。他喜欢喝咖啡。我妈妈不喜欢喝酒。我妈妈不喜欢喝酒。喜欢で,ですから、指定は不ですね、不、喜欢になります。我爸爸不喜欢抽烟。我爸爸不喜欢抽烟。 你喜欢踢足球吗？你喜欢踢足球吗？你儿子喜欢打游戏吗？你儿子喜欢打游戏吗？你周末喜欢做什么？你周末喜欢做什么？例えばですね。日本語ではあまり動詞をつけないですよね。 例えば、コーヒーが好きだと。私、コーヒー好きです。と言いますよね。コーヒーを飲むのが好きです。とは言わないですよね。しかし、中国語の場合は、動詞をつけることの方が多いです。例えば、私はコーヒーが好きです。って言ったときに、もちろん日本語では、飲むという前提ですよね。飲むのが好き。コーヒーが好きです。って言ったときに、コーヒーの匂いを嗅ぐとか、そのコーヒーを作るのが好きとか、そういったニュアンスというのは、 ほぼ少数派ですよね。大多数のイメージでは飲むことですよね。でも中国語では必ずそれを入れます。ですね。喝という動詞を入れますはこれもですね、僕は中国語を勉強し始めて、まあ、気づくまでにちょっとじ時間がかかったことですよね。はい、あまり意識していなかったのもありますが、そうですね、中国の場合は、 同種入れるのが普通なんですね。なので、例えば、まあ、ウォーシュマフカフェっていう時に、これを訳す時ですね。まあ、普通はですね、そのコーヒーを飲むのが好きですっていうと、日本語としておかしいですから、コーヒーが好きですというふうにし,しますね。はい。面白いですね。例えば、あの、日本語ではですね、このカフェ、コーヒーですね、日本語ではこの、王なんですよね。おう。で中国は口。 皆さん気づきましたかこんなちょっとした違いがあります。はい。例えば同じくサッカー。サッカーはですね、頭頂って言うんですね。足の球、面白いですね。例えばサッカー観戦が好きなら、頭頂になりますし、サッカーをするのが好き。するというのはですね、蹴ると表現します。ーと言います。 と言いますこのようにですね、具体的な動詞を入れていくのが普通です。まあ、この感情を表す、好き嫌いを表す動詞ですね。これを入れ替えればいろんな表現ができます。例えば、このシファンというのを嫌い、たお言というのがあります。例えば、たお言、言。ちょっと漢字がわからず。 カンニングしましたが、これ犬なんですね。<laughs> 面白いですね。讃イ讃ンというのは嫌いということです我討厭球。サッカーが嫌いということですね。他には、すごく好きを愛。我愛にと同じですね。中に来るのはですね、簡単にじゃあ友が来ます。 愛だと大好きということです。もちろんですね、これを否定すれば、不幸にすれば、好きじゃないということになりますね。と言えんだともう嫌いということですね。愛、これ大好き。で、好きというときにですね、まあ、ここに、変とかですね、変喜しでもいいです。すごく好きということです。まあ、すごく好きよりも、愛の方が、まあ、もう本当大好きという感じはしますが、へ喜し という言い方もあります。我讨厌坐地铁。我讨厌坐地铁。我爱学习汉语。我爱学习汉语。続いて、電話をかけるときの中国語を勉強したいと思います。まず、電話をかける。これは何と言うんでしょうか。これはですね。え、誰誰。 誰々に電話をする。誰々,誰々と言います。他にはですね、まあ、例えば最初に言っ誰々でも同じです。ニュアンスはほとんど同じだそうです。例えば、あなたに電話をかける。誰に ですね、今ではですね、まあ、仕事の現場とかでは、これも使うんでしょうけど、電話をかけるということはほぼないですね。中国ではほぼ、えー、WeChat を使いますからね。WeChat を使いますから、まあ、電話をかけるということはほぼないですね。ちなみに WeChat は微信と言います。微信ですね。微信。微信ってことですね。はい。 まあ、ウェイシンを使いますからね、チャット。ウェイシンでもボイスメッセージとかありますからね、まあ、こういうのを使うのが普通ですね、はい。ではですね、このダデンフ例文を見ましょう。我给朋友、打電話。我打電話给朋友。我妈每天、给我打電話。我妈每天、打電話给我。 他想ア他女朋友打ュー他想打ダーデ他女朋友さあ、では、電話に出るときですね、もしもしは何て言うんでしょうかもしもしはですね、ウェイ言います。ウェイとか、ウェイニーハウとか言ったりしますね。知らない人はウェイニーハでも、このウェイもですね、いろんな発音があるんですよ。ウェイの他に、ワイという人もいますし、 まあ、例えば、電話以外でも、誰かに呼びかけるとき、ウェイウェイそのときはですね、第4世ではですね、ウェイとか、ワイ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 と言ったりしますね。はい。もう、使う字は同じですね。はい。よく香港映画でもありますね。ワイワイワイジャッキーチェーンの映画とかですね、うつめ、ワイワイイ、なんて言ってあの、これはこれですね。いおいおいみたいな感じです。では、こんな感じです。ウェイに好。にハ好。 ここでシャオチエが出てきましたね。シャオエ。まあ、シャオエというのはまあお姉さんとか、女性に対して言うんですね。今はですね、あまり使われないというか、えー、これシャオチエというのは良くない意味もあるんですよ。あまりイメージが良くない場合も多く、その場合はですね、ニューシュっていうこと単語を使います。ニュー。ニューっていうのはこれですね。ウムラウトというのがつきますね。ニュー。 女士なんとか入士、理入士、王女入手、こっちを使うことが多いですね。男性の場合は、先生。先生ュン。というのを使います。こんな感じです。喂、に好。に好、清文李先生在吗日本語だと先生ですよね。中国語の先生には、 ラオシューの意味はありません。先生という意味はですね。しかし、関東語にはあるんですね。シンサンっていうんですけど、あの学校の先生、先生という意味もあります。あとはこの男性に対する故障、両方の意味があるんですね、関東語には。なので、地域の方言によっては、これが教師の意味を持つこともあります。プドンファーではですね、標準語では一般的にこれは教師の意味は持ちません。 では続いて電話番号の読み方を見たいと思います。電話番号は一般的にですね、その3桁。例えば適当に書きますよ。適当に書きましたね。電話かけないでくださいね。電話かけないように。誰かに繋がってしまう可能性ありますよ。なので3桁、4桁、4桁っていうのが普通です。中国の電話番号ですね。まあこれ数字をそのまま読むだけなんですが、例えば1ですね。1は、 一じゃなくて、やおというのも普通です。やお。やお、う、あ。というふうに、やおと読みます。というのも、い、ち、なですね。ち、発音が似てますから、まあ、その、混乱を避けるために、やおっていうんですね。<laughs> ちなみに、こういった読み方はですね、まあ、この成長変化という動画で何度も登場しますが、紹介していますので、まだ不安な方はですね、ぜひチェックしてみてください。では、電話番号の読み方もネイティブ音声で聞いてみましょう。こうです。 幺五六七三八四九八四三，幺五六七三八四九八四三，幺二四二九四七八五七四，幺二四二九四七八五七四。 132-9485-1938 13さあ続いて緊急の電話番号も紹介しておきますねまず警察ですパトカーは110番同じです110・暴警そして消防車は119番同じですねあと999もあります 119-999火警救急ですね。救急車は120番です。消防車とは違います。1 2 0急救。あと交通事故の場合は122という番号を用意されています。122交通事故では電話番、電話番号を聞くときですね、どうすればいいんでしょうか。このようにですね、数字がたくさんあると。数字を聞くときにですね、例えば 単独の数字を聞くときは字でしたが、まあ、こんだけ集まっていると、どれくらいあるのということで、どうしようを使います。ね、電話ハンマどうしよう。しゃおですけど、一般的には形勢で読みますね。どうしよう。こんな感じです。你的電話号码マーしとおしゃお。にで電話ハンマーししゃお。ちなみに、まあ、よく使うので そしてですね、weChat ですね、weChat の ID を聞くとき、この聞き方も見てみましょうか。ここです。你的微信号是什么,么 weChat の ID の場合はですね、数字だけとは限りませんから、どうしよではなくて、什么を使うのが普通です。我可以加你微信吗我可以加你微信吗 ウィーチャットをアドしていいっていうことですね。じゃあというのを加えるということです。さあ続いてですね、提案とか命令を表す語気。場。これを紹介したいと思います。場はいくつか登場してますね。今日はその提案とかですね、命令。提案とか命令するときに、ちょっと口調が強くなるじゃないですか。例えば、に、なあに中、あなたが、 言ってよと。日中っていうとちょっと強いんですね。お前行けよみたいになっちゃうんで日中ばにすればあなたが行きなよみたいなちょっと柔らかい感じになるんですね。でその語気を和らげる目的で使われるのがこの場です、はい。では例文をちょっと見てみましょう。明みんてんしゃ明おまんちゅうへカフェ吧。 明天你们早上八点来公司吧。明天你们早上八点来公司吧。你先去吧。你先去吧。このようにですね、バをつければちょっと柔らかくなわけです。他にですね、このバはですね、例えばジョバっていうのはもう行くということですね。 うん、帰ろうとかそういう意味なんですね。バーがあるとも一緒にというような意味になります。帰ろう食べようとか。チューファンバー、ご飯食べようよとかですね。それに一緒に何々しようみたいな感じになるわけですね。レッツと同じですよね。レッツゴー、ねうん、これはまた以降のレッスンでご紹介していきます。今日はこの語気としての場を紹介しました。さあでは今日の文法は以上です。ではもう一度おさらいしてみたいと思います。 えまず、最初にやったのが、ING を表す。何々しているは、在でしたね。在。何々な名をつけるのが普通だと。よくなをつける。でも、否定は名でしたね。名があったらなは取れます。はい。名を在。ということです。その状態が存在しないということですね。存在しないというときは名でしたで。続いては、するのが好き。好きは、 シーファンでしたね。するのが好きとは、おーシーファン。なんとか名詞が来れば、まあ、そのまま何々が好きとで。もっと具体的にするには、ここの後ろに動詞をつけるとは、おーシーファン。ふーカフェですね。コーヒーを飲むのが好きとなるということですね。例えばですね、シーファンというのを、ジョンイという人もいます。 ジョンイというのはシファーとほぼ同じですね。というのも、ジョンイというのは、あの、カ東語ですね。関東語では、ここに、カヤが来るんですかこんな感じかな漢字忘れましたが、ジョンイは好きという意味です。関東語の口語と書面語って違うんですよ。書面語ではこれを好きって使うんですね。だけど、あの、口語ではですね、ジョンイっていうのを使うんですね。はい。それから来てるんでしょうが、 まあ、ジョンイを使う人もいますプートンファーの中ではそのシファンと同じ意味ですね。で、関東語の有名な歌でですね、ヘイフン。関東監督でもって、ヘイフンっていうですね、シファ範にっていう歌がありますね。ヘイフンレイっていう歌。これ、ビヨンドっていう。これ、ビヨンドっていうあの有名なですね、バンドグループがいるんですね、香港の。この人の歌はもうめちゃくちゃ有名ですね。今回の香港のデモの時もですね、このビヨンドの。 歌歌が歌われていましたけどね知ってますか ?Beyond のメンバーは5人いるんですけどそのうちの1人はですね日本の番組で「うっちゃんなんちゃ」の番組でですねどこから落ちてですね亡くなってしまったんですよね、えー、東京で亡くなったという、まあ、そういうことですね、はい、続いて電話番号、えー、電話の書き方を紹介しましたね「だ電話ですね「でゲイ誰誰だ電話 ですもしくは、だーでゲイ、だれだれということですね。ゲイというのは、あげるという意味があります。これもですね、別個の使い方は、以降のレッスンでご紹介していきますね。で、電話を出るときは、ウェイでしたね。ウェイ、ニハーとかウェイ。で、最後に、その命令とか提案、動きを和らげる働きがある場。これを紹介しましたね。何々バ y o u t 電話しなさいよ、だのファーバということですね。この場合でした。 今日 learnt 的事，情來例文の中看看。例文集來。どうぞ昨天晚上九点，你在做什么呢？我在家学习中文呢。昨天晚上九点，你在做什么呢？我在家学习中文呢。你在做什么呢？我在看电视呢。 你在做什么呢？我在看电视呢。你在学习吗？没有，在吃饭。在哪儿吃呢？在家吃哦。你在学习吗？没有，在吃饭。在哪儿吃呢？在家吃哦。昨天晚上你在学习汉语吗？没有。 昨天晚上我没有学习，那昨天晚上你做什么呢？看足球比赛。昨天晚上你在学习汉语吗？没有。昨天晚上我没有学习，那昨天晚上你做什么呢？看足球比赛。比赛というのは、コンテストとか試合はすべて、試合と言い 山田先生，您好，请坐。你好，您的电话号码是多少呢？幺四三五九二七二幺八四。在这里写您的名字吧。好的，山田先生，您好，请坐。你好，您的电话号码是多少呢？幺四三五九二七二幺八四。 在这里写您的名字吧。好的。你喜欢吃日料吗？嗯嗯，很喜欢。这附近有好吃的日料店吗？高岛屋里面的日料很好吃哦。那今天晚上我们去高岛屋吧。好啊。今天小明也能来。 你喜欢吃日料吗？嗯嗯，很喜欢。这附近有好吃的日料店吗？高岛屋里面的日料很好吃哦。那今天晚上我们去高岛屋吧。好啊，今天小明也能来。你加我微信吧。好啊。 ID 呢？是电话号码多少？幺五六幺五幺六九八五七，加了。你加我微信吧。好啊。ID 呢？是电话号码多少？幺五六幺五幺六九八五七，加了。你在学日语吗？嗯，我在学日语哦。 你女朋友也在学日语是吧？是的，她也在学。她的日语怎么样？很好啊。她每天看日本动漫呢。她很喜欢看《海贼王》呢。你在学日语吗？嗯，我在学日语哦。你女朋友也在学日语是吧？是的，她也在学。她的日语怎么样？很好啊。 他每天看日本动漫呢，他很喜欢看《海贼王》呢。动漫，これはアニメのことです。で海贼王これは海賊王ですね。アニメの One Piece のことです。中国でもすごく人気です。你会做饭吗？会啊，我很喜欢做菜呢。做什么菜呢？一般做中国菜。我想吃。好呀。 明天我妹妹来我家，你也能来吗？几点呢？晚上六点。好啊。你会做饭吗？会啊，我很喜欢做菜呢。做什么菜呢？一般做中国菜。我想吃。好呀。明天我妹妹来我家，你也能来吗？几点呢？晚上六点。好啊。 さあ、今日はこんな感じです。ブログでもですね、今日の内容はありますので、例文も増やしていきますので、ぜひチェックしてみてください。あと、無料メルマガもやってます。ここでは、中国語のヒント、中国語勉強のヒントとか、いろんな情報を配信していきますので、ぜひ登録、登録、よろしくお願いします。それから、えー、いいねをし,していただけるとですね、YouTube 側からの評価も上がるので、ぜひ、お願いいたします。 チャンネル登録まだの人はですね、ぜひチャンネル登録をして、これからの動画もチェックしていってください。では、ありがとうございます。最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。